W.Bewick 室の肖像画、ウィリアム・ヘイズ・リッドは、イギリスの著作家、批評家、随想作家。ケント州のメイドストンでユニテリアン派の牧師の4、男として生まれる。父ウィリアムは1870年にメイドストンの牧師を辞して、アイルランドへ引退したが、アメリカ独立戦争における、植民地側の大義に共鳴し、家族を連れて1783年に、 独立したばかりのアメリカ合衆国に渡る。1787年にイギリスに帰国し、ロンドンに滞在するが、やがてウォルワスへ移り、シュロップシャーのウェムに落ち着く。父や兄によって教育を授けられ、ラテン語や絵画の習得に励んだ。1793年にロンドンのハックニーにあるユニテリアンニューカレッジに入学するが、 牧師には向いていないと一年でウェムに戻る。イギリスやフランスの哲学書、セルバンテス、ボッカチオ、ラブレー、モンテーニュなどの古典を読みふけり、特に愛好したのは、エドマンドバークとジュニアスと、ルゾーであった。ヘイズリット、フレ、ラムの肖像1798年1月にウェムへ、来た詩人のコールリッチに会い、ワーズワース兄弟を訪れたのは特筆すべき、事件であった。 同じ年の12月に、パリからもたらされた名画が、ロンドンで陳列され、キツヤーノやラファエロ、ルーベンスやレンブラントなどの巨匠の原作に接し、1804年までは、肖像画家としての修行に専念する。チャールズ・ラムと修正の交わりを結ぶようになり、ラムの肖像画が描かれたのもこの頃である。1808年に、 姉の友人のサラスト・タートと結婚するが、1819年に別居し、1823年には離婚する。その翌年には、イサベラビリチ・ウォーターという未亡人と結婚するが、この女性とも別れている。1811年に、ロンドンでイギリス哲学に関する連続講演会を催して、なお知られるようになり、ロンドンに滞在しつつ、会員の傍聴席で、 議会報告を書き、新聞に公表するというのがジャーナリストとしての最初の仕事となる。以後は政治記者、劇評記者、美術評論家として認められ、雑文やエッセイで一家をなすことになる。エディンバラ評論エディンバラレビュー、エキザミナイグザミナー、チャンピオンチャンピオン、ロンドンタイムズロンドンタイムズの書紙に、批評やエッセイを寄せ、講演も活発に行う。 1822年にジョン・スコットを主幹としてロンドンマガジンが発刊され、ヘイズリットはリー・ハントやラムと共に主力の気候家となった。1826年から1830年までナポレオンの電気編算に従事する。晩年にはウィンタースローとロンドンの居宅を往来し、貧困と孤独に悩まされながら執筆を続け、このウィリアムと ラムに見取られて52歳で没する。最後に、さて、楽しい一生だった、ウェル、アイブハドエイハッピー、ライフ、と言い残したという。ありがとうございます。